はい、えー、今回ですね幸福の科学こちらから DM が届いてたので実はですね幸福の科学行ったことありますこれの大阪だったかな、まあ、僕のお客さんでその宗教いろんな宗教に入ったりとかしてその宗教マニ,マニアではないんですけど、まあ、それで吉田さん幸福の科学行きませんみたいに言われておいいっすねみたいな まあ、なかなか一人で入れないですよね、あそこね。で、入って、大阪すごかったっす。なんかね、大阪のどこだったか忘れましたけど、上がめちゃくちゃね、神秘的で空気感が違いましたね。うん、で、あと、僕、エホバの商人さんもお客さんにいてるんですけど、まあ、おすすめされて、あの、なんか集会にも行ってきたことあるんですけど、あの空気感もやばかったんですけど。まあ、正直僕はあのどこの宗教にも属してないですね。 まあただ、吉谷教っていうのを作っておりまして、あの吉谷信者ってたまにこう、現れるんですよ。信者です、みたいな <laughs>。まあ僕はあの宗教とかスピリチュアル、まあ何でもウェルカムなんですけど、ただ、ウェルカムだけど、入会はしないっていう <laughs>。でもね、これね、なんか、いろんな、なんか、まあね、まあ、信じる、信ない、どうでもいいんですよ、ぶっちゃけ。ただ、いいことは言ってます。 うん、いいことはすごく言ってると思いますよ。だからこの幸福の科学の本、僕読んでないんですけど、なんだっけな、読んだかあ、読んだ、あ、も、も,うもう、あったような気がします。この大川さんの、大川隆法さんの本、うん、なんか持ってたような気がします。うん、いいこと書いてあります、普通に。<laughs> 普通に。だからその、なんだろうな、なんか宗教だからうさんくさいとか、だからその、 聖書とかもいいこと書いてあるんですよ。単純に。うん。だけどそれを、なんか宗教を嫌ってる人って、なんかうさんくさいとかね。なんか怪しいとか、なんか違うなんか、うん、物を入れるので、まあ、フラットに見て、普通にいいこと書いてあるんで、だからいいことだなと思うのは取り入れればいいんですよ。だから魔人ブーみたいなもんですね。なんかいい、美味しそうだなって言ったら食っちゃえばいいっていうね。そう。で、 あのー、そこにはだあの、自分の力と、要は、あの僕があんまりお勧めしないのがあの、宗教に入って、その宗教の、例えばイエス・キリスト様に依存するというかね、だかこの、なんだ、大川様みたいな、あみたいな、なんかお祈っとればなんかいいことあるみたいな、だそれが良くないんですよ。だいいことを取り入れて、自分が大川になるみたいなね、話で。 うんなんか僕はそっちのタイプですからまあ別にその依存しないと生きていけないっていう人もいるのでなんかこういうふうにやっててはあってやってた方がなんか幸せを感じれる人はそれはそれでいいと思うんですけどそれって他者依存なんで結局自分の人生は自分で切り開くしかないと僕は思ってるんですよね結局引き寄せの法則とかも結局自分が動くから引き寄せるんですよ じゃあね、ベッドでずっと寝てるだけで引き寄せられます何を引き寄せられますか無理じゃないですかベッドでずっと寝てるだけで何を引き寄せられますかスマホいじ、あ、まあまあ、いっそ、こもう、ぐーたらしてね、ぐーたらして、もう、あ、めんどくせえな、つって何引き寄せられんすか無理ですよ、こんなの。何のチャンスもそこに寄ってこないですよ。いや結局、自分がアクションからしか動かないと、そこに、 あの、引き寄せは動かないので。なんかその、願ってればね。願うことは悪くないんだけど、願ってなおかつやるんですよ。わかりますなんか、祈っとけば大当たり当たるみたいなね。なわけないじゃないですか。<laughs> どうすか。宝くじ当たります当たるわけないじゃないですか。宝くじ売り場行かないと。買わないと。だつまりあの、行動しないと何も変わらないっていうのが僕の、 もうセンターピンですね。センターピン。ただ考え方はいいなと思うものは取り入れる。ただ幸福の科学も別に全然いい,いい本はいっぱいありますからね。本当にいい本ありますよ。うん。だからまあ、読んでみたらいいんじゃないですか。うん。であとはまあ、このビジネスでもあるので結局お金を集めないといけないので、その、まあ例えばこれだったらね、妖魔。 読む、読マっていうね。こういう風うにすると、なんか神秘的にお、なんか、ここになんかも、なんか、物語みたいなのあるじゃないですか。なんかそういう不思議があるのかな、みたいな。不思議の国、エトセトラ、みたいなね。だから、ちょっと、なんか見たくなるじゃないですか。マーケティングなんで。<laughs> んまあ、鏡で言うならば、結局自分の鏡に何を映すかだけですから、結局。えそうじゃないですか。<laughs> まあこれね僕アドラー心理学ですごく好きな言葉があるんですけどあのお前の顔を気にしてるのは一番お前だよみたいなね自分の鏡を見て自分がどう思ってるのかっていう自分がどういう鏡を持って自分,がど自分がその鏡に対してどう映してねどう捉えてるのかそれが全てであると <laughs> まあこういうふうに言った方がねなんかいいですよね面白いですよね 妖魔を呼び寄せると自分の心が妖魔を呼び寄せる。妖魔ってなんやねんみたいなね。だからこれ妖魔じゃなくて自分ですからね。自分が自分、だから自分、だから陰と陽っていうか、悪、ま、自分悪魔と自分天使って絶対いるじゃないですか。どうすか。やろうという気持ちもあれば、やりたくないなっていう気持ち、混合してませんだからこれが妖魔なんですよ。やりたくねえみたいな。まあ妖魔に言うんだったらね。もうそれだけです。 うん、だから絶対同居してるんですよ。プラスとマイナスは。もう全てにおいてプラスマイナスはほとんど同居しています。例えば、車で行くっていうのはどういうプラスがありますか車で移動する。楽でしょあのー、快適でしょ、まあ、クーラーとかついてる。だけど、マイナスの部分は、まあ足腰が弱くなりますよね。ずっと車で動い移動してたら。どうですかじゃあ自転車はどうですか うん、まあ、税金かかんないとかね。なんだあの、その、ガソリン代かかんない。プラスですよね。どうすか。でも、まあ、疲れる。まあ、でも、これ、疲れるも健康にいいっていうプラスもあったりとか。だから、プラスとマイナスで同居してるんですよね。だから、自分の中にも、うん、頑張るぞっていう気持ちもあれば、やりたくないな、怠けたいなっていう気持ちもあって、このプラスとマイナスをどう理解して、えー、どう、この、うん、なんだろうな。 こうどういういろんな考え方でそれをこう転換していくというかねうんそう全部自分の中に鏡はあるわけですよ現代の龍馬に惑わされないためにうん現代とかが普遍の龍馬ですね普遍の自分に惑わ自分にこれね自分に惑わされるないためにでいいんじゃないですかでもこれ自分に惑わされないためにだとなんかちょっとパンチなくないですか ヨーマって何なのなるじゃないですか。これ多分ね、自分に惑わされないためにで終了ですよ。自分に惑わされない他人に惑わされてるようで、自分に惑わされてるんですよ。どういうかというと、確かに外的な影響力もあります。外的な要因なんですけど、結局外的な要因があったとしても、意思決定は自分なんで、結局のところ。例えば、あ、あの子バッグ買ったいいな。あの人ベンツ買ったいいな。 っていう影響は受けるんだけど、じゃあそれをどうするかは自分次第なんですよ。じゃあそれを自分もかあの欲しいからねビジネスやって頑張るのか、もしくは嫉妬するのか、妬むのか、指さしてなんだあいつっていうのか、それは自分次第じゃないですか。確かに影響はあります。だけど影響はあったとしても、結局自分がどうそれを考えて、どういうふうにするのか、それは自分次第ですよね。だから、<laughs> 自分に惑わされないために。でも、まあ、マーケティング的に言うと、ちょっと弱いですよね。つまんないというか。うん、うまあ、確かに本当にあるのかもしれないですよ。まあ、あってもなくてもど,どうでもよくいいんですよ。あるないの話ではなくて。うん <laughs> ね、<laughs> まあ、でもね、まあ、ぶっちゃけ言うと、これを、 見てもらわないと幸福の科学はお金にならなくてお金集められないわけじゃないですか。どうですかこれを見てもらう必要性があるわけですよね。だって見てもらう必要性があるから DM も流すわけじゃないですか。金払って。どうですか見てもらわないと意味ないですよね。美しき誘惑。これは映画か映画ですね。映画か。だって映画とかもね、 あのスタートした瞬間にあのヒールスパイダーマンが、ね、敵を、ね、バンって倒してイエイ勝ったっていう映画見たいですか ?5 分でバン殴ってねもうカットで地球救った終了なん映画見たないでしょ <laughs> つまらんでしょ、うんまあ、そういうもんだっていうね、まあ、そういうものだよっていうことも理解しつつ客観的にそれを見て客観的に取り入れるっていう。 わかります。そういうもんだ。でもそれは必要だと。だってそういうエンタメ必要じゃないですか。どうですかそんな映画が全部だったらつまんないでしょだって結果論だけで、結果論で言うと、何あ悪魔がいて、そのヒーローがいて、そのヒーローが地球を救うっていう、結果はヒーローが地球を救うっていう結果だけじゃないですか。結論。じゃあその結論 <laughs> だけの映画、つまんないでしょどうですかね それ否定しちゃったら、もうエンタメなくなっちゃうんで、なんもつまんない、クソつまんないですよ。だからこういうのは必要なんですよ。必要だけど、角に入り込まない。すべて客観的に見ていくことも大事だし、それを理解した上で、わざと入り込むというかね。わざとその物語に入って、わざと楽しむというかね。もうなんかいろんな側面が大事ですね。うん。でもある一方の側面しかないと、はぁ、 あーみたいになっちゃうんで。<laughs> ね、それは良くないっすようん。この壺を買えば、はあー神様みたいもうダメですね、それは。<laughs> それはよろしくないですね。うんだから宗教は必要だと思いますし、考え方とかもすごくいい考え方もあります。ただし、なんか結局いろんな宗教があって、なんか俺の宗教の方が、まあこれも結構マーケティングみたいなもんで、ね、こっちの宗教の方がいいよみたいな、なんか うーんなんかその言い合いしてるだけなんですよね、結局。なんか一つになればいいんじゃねえかなと思うんですけどね。なんかうま,くい,い,うまいようにできないんですからね。まあ無理でしょうね。トヨタも日産も、だトヨタと日産とね、スズキとかホンダ全部一緒になってね、だって車売ってるの一緒じゃないですか。全員が合同会社になって、もう全員の知識を集結して最高の1台作った方が、なんかすげえ1台できそうじゃないですか。でもそうはならないですよね。まあ、それが 世の中の縮図なんでしゃあないですよね。え、でも実際そうじゃないですか。待って、まあ、86はトヨタとス,あのスバルか。この共同で、まあ、86作りましたけど、これ全部やったらね、全部でやったら、まあまあすげえ車できるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、ならないですよね。うん、ん、まあそれが世の中なんでしゃあないですけど。はい。まあ、ということで、あの宗教には気をつけろと。吉谷教にも気をつけろということでございます。 まあ、あの吉谷京のいいところは別にあの吉谷京に入れというのはないです。ただ商品は売ります。商品はね。でも吉谷京というものはあの、に入れというのはね、ないですから。商品は買えと。そう、言いますけど。売って、まあ、それはビジネスやってますからね、僕はで。ビジネスやってて商品をセールスしなかったらどうすんのって話じゃないですか。 アップルもね、商品作ったら、なんかあの発表会するじゃないですか。すげえの作ったぜ、みたいな。じゃそれビジネスだから、それやりますよね。だからそれは僕はやりますよ。だけど、あの、こんな宗教をやっていて、この宗教に入ってください、みたいなのはやってないです、うん。形のない宗教ですね。終わります。